みなとくん。ジンバ、みなとくん。起きてください。君のお父さん、エイジさんから電話が入っていますよ。もしもし、父さん。ミナトか。こんな夜更けに電話するだなんて、下宿の大家さんに迷惑じゃないか。すまないな。しかし急を要することだ。はぁ、一体何事なんだよ。キヌさんが、お前のおばあさんが倒れたと診療所から連絡があった。私も仕事で知らせを受けるのが遅れてしまったんだ。詳しい容体はわからない。明日の朝一、お前と私でその診療所へ。何言ってるんだよ。母さんの、実の娘の葬式にすら顔出さなかった人の見舞いに行くのか。俺の知ったことじゃない。ミナト、お前がキヌさんをよく思っていないことは承知だ。ユイの葬式の一件もあって、私も10年以上疎遠にしていた。だがキヌさんにはもう親族はお前と私だけだ。ましてや血のつながっているのはお前一人。明日一ノ瀬診療所で落ち合おう。はあ、分かったよ父さん。深山絹さんのご家族ですね。はい。昨日庭先で倒れている姿を配達員に発見され、当院へ運び込まれました。絹さんの容体についてですが、意識がなく、あまり芳しくありません。僻地ということもあり、当院では満足な検査もできませんし、現状は証拠を保っていますので、大病院への転院をお勧めしますが。そうですか、わかりました。ミナト、お前は一足先にキヌさんの家に行って休んでいなさい。鍵を渡しておこう。キヌさんが持っていたものだ。私はキヌさんの転院を済ませてから車でお前を迎えに行くとしよう。ここまで来れば、キヌさんの家はもうすぐだ。ダムができるのか。
山家ってことは、この墓は母さんの実家の墓か。佐伯じいちゃんもこの下に眠ってるんだな。父さんと母さんに連れられて、じいちゃんの弔問に来て以来だな。この家に来たのはその時一度きりだが、あまり変わっていない気がする。あれから10年以上経つのか。父さんから鍵を預かってきたはず。はあ、いろいろあってもうクタクタだ。昨日からろくに寝ていないし、父さんが迎えに来るまでどこかで休もう。懐かしい。習いたてのひらがなで書いたんだっけ。結局じいちゃんから返事はもらえなかった。佐伯じいちゃんは井戸に落ちて死んだ。
物知りで優しいいいじいちゃんだった。キヌさんはじいちゃんが俺たち家族と親しいことを知っていたのに、亡くなったことを娘の母さんにさえ知らせなかった。じいちゃんが死んだと知ってから母さんはひどく塞ぎ込むようになって、それで母さんも。あんな非情な人が俺の祖母だなんて。解雇棚か。父さんから聞いた話では、深山家はなりわいにしていた三種業を随分前に辞めてしまったらしい。その名残か、絹さんはここで解雇を飼っていて、子供の俺に解雇の話をした。絹さんと話したのはあれきりで、すごく嫌な話だった。喉が渇いた。どうしてこうも喉が渇くんだろう。
ここでならゆっくり休めそうだ。母さんからじいちゃんに宛てた手紙だ。私の性分。これは私が小学生だった時の話です。じいちゃん、ちゃんと俺に返事を書いてくれていたんだ。この返事を出す前にじいちゃんは。薄気味悪い札だな。そういえば昔この家に来た時、これと同じ札を母さんが見て、それこそ異常なくらいに、なんだろう、この札を見ていると頭が痛くなってくる。
ちゃん、キヌおばあちゃん、それは何？これはお蚕様だよ。お蚕様はね、それは大事に大事に育てる。暖かい部屋でお腹いっぱい桑の葉を食べさせてあげるのよ。そうしてきれいな繭を作ったら、茹でて殺して糸を取るの。かわいそうだと思うのかい？たとえ繭を出られても、もう口はないし、飛ぶこともできない。卵を産んで死んでしまう。人がそういう虫にしてしまったのよ。嫌な夢だった。母さんの夢なんて随分見ていなかったのに。すっかり日が暮れたな。とりあえず明かりをつけるか。玄関の方だ。父さんか。父さん。もしもし。港、私だ。なんだ、父さんか。今どこ？何時頃こっちに着く？そのことなんだが、今夜は帰れそうもない。今転院先の病院からかけているんだが、どうにも厄介なことになってきた。先ほどまで警察と話をしていたんだよ。警察？なんで警察なんかと。キヌさんが倒れた原因が病気や事故ではないかもしれないということだ。転院先の医者がキヌさんの首に絞められたような跡を見つけてな。それじゃあの人は誰かに襲われたせいで。まだそうと決まったわけじゃない。決まったわけじゃないが、用心するに越したことはないだろう。港、一人で大丈夫か？当たり前だろ、子供じゃあるまいし。そうか。港、気をつけなさい。ああ、おやすみ父さん。喉が渇いた。台所で水でも飲もう。
この人、母さんによく似てる。佐伯じいちゃんの家だ。あんな事故さえなければ今も元気にしていたかもな。じいちゃんが生きてさえいてくれたら、母さんも死なずに済んだかもしれないのに。喉が渇いた。今のは探してどうにか助けを呼ばないと。警察110番。頼む頼む。
早く出てくれ。はい。もしもし、助け、そんな、どうして開かないんだよ。
この井戸に落ちて、不注意で落ちた事故だったらしい。
何なんだあの化け物は。キヌさんもあいつに襲われて。これはじいちゃんの標本か。じいちゃんは蝶が好きで、俺を膝に乗せてたくさん蝶の話をしてくれたな。知らなかった。俺の喉の渇きはじいちゃんや母さんからの遺伝だったのか。
この昔話、子供の頃母さんから聞いたことがある。話を聞いた日の夜は怖くて眠れなかった。くっそ。下か。ここで行き止まりか。ここに何かあるはずだ。ここからかすかに風の、この壁もしかして。やっぱり隠し扉になってるのか。
魔性の者が近寄れば札は光を放ち、魔性の者を苦しめる。絹さんの家にあった家と同じ写真だ。綾乃。一体ここはどこなんだ。三山屋敷。ここは三山家の旧宅か。これはじいちゃんが若い頃に書いたものか。
9月21日、母さんの命日だ。あの日、母さんは一人でキヌさんに会いに行ったのか。隙間をこじ開けられないだろうか。火を起こせばこの塊を溶かせるかもしれない。
大事な鍵？ひどい匂いだ。これはもしかして、いや、深く考えるのはやめておこう。
札の嫌な感覚が。これで下の部屋に降りられる。
赤のクワモンは神棚に、青のクワモンは中庭の石灯籠の脇。これはなんだ、くぼみが二つある。なくした鍵ってまさかこの中か？どうする？人生最悪の日だな。何かある？
Thank you.
この札を見ていると気分が悪くなる。これで手が届くはずだ。
鏡が見当たらないな。鏡が見当たらないな。
母さんが化け物の娘。じゃあ俺も。Thank you.
し込められた。この岩が今にも落ちそうだ。キムさん、あなたと話をしたかった。あなたを許すことはできないけれど、それでも話をしたかったよ。綾乃さんのことは誰にも、父さんにすら話してない。あなたに毒を飲まされても死ねなかった綾乃さんは
あなたを縄から下ろして助けようとしたんだ。キヌさんを抱いて玄関先まで運んだんだろう。綾乃さんは最後までキヌさんを呼んでいたよ。俺は綾乃さんを殺してしまった。そう思っていたのに、綾乃さんは消えていたんだ。彼女の亡骸をあのままにできなくて、埋葬しようと戻った時にはもう綾乃さんの姿はどこにもなかった。そこにあったのは穴の開いた巨大な繭と地面を這う真っ白な無数の蚕だけだった。もしかすると綾乃さんは今もあなたを探しているのかもしれない。ここは時期湖の底に沈む。もうここには来ないよ。さようなら。あれは。たとえこの渇きに生涯苛まれることになっても、俺の中にどんな血が混じっていても、それでも俺は人として生きるよ。綾乃ばあちゃん。
綾乃ばあちゃん。大学はもう決めたことだ。今さらとやかく言わないでくれないか。ミナト、お前は一体どうしてしまったんだ。キヌさんの家を継ぐと突然言い出して、彼女のようにずっとその家にこもるつもりなのか。そうだよ、俺はここにいるべきなんだ。ここにいたいんだよ。ダム建設の話もどうやら立ち消えになりそうだし。頼む、おかしなことを言わんでくれ。帰ってきてくれ。大学のことはもういい。お前と会って話をしたいんだ。父さんにはわからないよ。父さんは人だから。俺のことは忘れて、二度と電話をよこさないでくれ。ミナト。ああ、もうこんな時間か。早く食事の支度をしないと。遅くなって腹減っただろ。夕食を持ってきたよ。温かいうちに食べて。また泣いているの。キヌさんはもう死んでしまったんだよ。大丈夫、何の心配もいらないさ。これからは俺がばあちゃんとずっと一緒にいるんだ。